ドロップポッドを発射中。了解。着陸可能なエリアを探索中。了解。惑星への着陸を開始。了解。ロボットを準備。了解。オペレーターようこそ。私はカール、あなたの施設管理人工知能です。資源が豊富なこの月は、製造拠点への転換を目的としたハンドリー構想の対象として選ばれました。建設作業はすでに始まっており、我々と同じように多くのチームが初期任務についています。我々の任務は採掘と精錬を確立し、必要な金属の安定供給を確保することです。私の務めはこの工場のセットアップをお手伝いすることです。まずは基本的なチェックから行いましょう。マップを開いて周囲を確認してください。素晴らしい。周辺に複数の鉱石区域があります。インベントリにある鉱石スキャナーを装備して鉱石区域を探しましょう。手始めに両方の鉱石区域に近づき、鉱石を採掘してください。テクナム鉱石とゼノフェライト鉱石っていうのがあるね。全然聞き馴染みのない鉱石だけど、色的には青色のが銅鉱石、オレンジ色のは鉄鉱石って感じだね。ただ普段鉱石で見ることないから、銅はオレンジってイメージですよね。素晴らしい。鉱石が手に入ったので、次はそれを精錬してプレートやロッドにする必要があります。効果ポッドに戻り、内蔵されている精錬機を使って最初のクラフト用資源を作りましょう。鉱石からすぐ製品ができるのか。それじゃあ回収して。基本的な資源が手に入ったので、他の建物の基盤となるビルディングブロックのクラフトを開始しましょう。作成したら鉱石区域の隣に配置します。それじゃあビルディングブロックを作ろう。ここの技術では機械を基本的にこのブロック上に配置しないと稼働しないみたいだよ。そして電力もこのブロックを通して機械などに通電されます。テクトニカの技術と一緒だね。鉱石採掘を自動化するには、ドローン採掘機を設置する必要があります。ドローンを作り、鉱石区域のすぐ隣の基板の上に設置してください。ドローン採掘機。機械部品や電子部品は、銅鉱石や鉄鉱石を精錬してできた製品を加工してできる中間部品だけど、手元で作る場合は、自動で作ってくれるみたいだね。それじゃあ配置して。青い範囲が採掘範囲かな。ドローン採掘機や他のほとんどの建物は機能するために電力を必要とします。ドローン採掘機と同じ基板の上にバイオマスジェネレーターを建設しましょう。採掘ドリルで草木を収穫するとバイオマスを集められます。バイオマスをジェネレーターに入れると、ジェネレーターと同じ基板上にある全ての建物に対して電力の供給が開始されます。発電機だね。バイオマスを入れて、採掘ドローンによる最初の自動鉱石採掘を見に行きましょう。おお、出てきた。美しいですね。さあ急ぎましょう。次は精錬所の建設です。4体のドローンで採掘するのね。1体につき一度に採掘できる量は4個か。そして一度採掘するたびにバッテリーのチャージが必要なのね。次は溶鉱炉を作るよ。効果ポットに搭載されてる溶鉱炉はまだ燃料も入れずに動いているよ。この精錬所は効果ポットに内蔵された精錬機よりも効率的なので、これからはこちらを使用しましょう。もう一つのメリットは、精錬を自動化して作業を楽にできることです。そのためにはドローン採掘機と精錬所、ローダーやベルトコンベアを使って接続する必要があります。コンベアとローダーを作って、ドローン採掘機と精錬所を連結させるのに必要な機械が揃いました。
次に、それぞれの機械にローダーを取り付け、ベルトコンベアで繋いでください。それが済んだら、さらに静電所を建設して、我々のミッションを達成するのに必要な量の金属プレートとラントを生産してください。そういえば、ミッションコントロールリンクがずっと応答していません。我々の任務はほぼ完了しており、ミッションコマンドからの早急な指示が必要です。さあさあ、最初の自動化をするぞ。とは言っても、出力と入力のローダーを置いて、それぞれのローダーをコンベアでつなげば、完成。出てきた出てきた。ちゃんと入って精錬されてるね。すごく見づらいんだけど、毎分20個の鉄鉱石を要求して毎分20個のプレートを生産しているよ。もう少し設備が整ってきたら、いつもの効率 100% 工場を作っていこうと思うよ。ひとまず今はタスククリアのために溶鉱炉を4基置いて、銅鉱石の方にも2基溶鉱炉を置いて、少しレイアウトを変えてみたよ。精錬施設の設立という最初のミッションが完了しました。我々は素晴らしい仕事をしましたね。この時点で次の指示を受けている予定だったのですが、通信が遮断されているため我々の独断で進めなければなりません。私のアーカイブには調査サーバーの設計図が含まれています。資源分析を介して緊急ビーコンの設計図を提供できるはずです。早速調査サーバーの建設に取り掛かりましょう。調査サーバーとサイエンスパック、研究して技術増やす系ね。それじゃあ配置して、調査を進めるにはサイエンスパックを作る必要があります。数個手作りして調査サーバーに入れて緊急ビーコンの設計図を調べましょう。少し手狭になってきたな。自由に地形を変えれるけど、そのうち天空にブロックを並べてフラットにするんだろうな。多分複数置けば研究が加速するって感じだよね。調査内容を見てみようか。おお、いっぱいある。まあひとまず緊急ビーコン調査完了。これで緊急ビーコンの設計図が完成しました。緊急ビーコンを作成して配置しますが、救助隊はビーコンの真上に着陸する傾向があるので、既存のマシンに近づきすぎないようにする必要があります。 OK OK。 それじゃあ緊急ビーコンを配置して、で、ボタンは、あー、あったあった、ポチッとな。素晴らしい。一歩下がって見上げてみてください。待って、待って。ガーン。まさに画期的です。このコーポレートコマンド補佐官ボット、略して C3BB は、ミッションコマンドとの接続を確立するのに役立ちます。まず、効果ポットを分解して、安全な場所に置き、彼を助け出しましょう。ええ、どうすんのこれ。ああ、君が C3PO じゃなくて C3BB。 トリマ解体して取り出すか。はあ、出てこい。次長へようこそ。 C3BB ミッションコマンドとの通信に問題があるため、この緊急ビーコンを起動しました。宇宙ステーションに致命的な損傷ですか？自然爆発による崩壊、それは非常に厄介です。彼からどうしましょう？ここから出られないのでしょうか？彼は同社の災害事態をプロトカルと一致しています。 C3BB、 災害の徹底的な分析を開始してください。我々は
拡張された設計図アーカイブを我々の調査サーバーと統合し、緊急援助を提供できる感染独立型の製造施設を構築します。ねえ君さ、ポータルにいなかった？あなたの言う通り、一般的なアイテムを製造できる機械が必要ですね。設計図が保管されていてよかったです。アセンブラーを調べてみましょう。さあ、アセンブラーの調査が完了したぞ。とりあえずまずは、どんどん調査を進めて、使えるものを増やしていきたいよね。ということで、サイエンスパックを生産しようと思うんだけど、中間部品の機械部品を作らないとね。機械部品は、鉄鉱石を精錬してできたプレートを加工することでできたよね。ロットも、銅鉱石のところからコンベア引っ張ってこないとだし。って考え出すと、さあ、それでは夜ですが、工場の改築をやっていきます。いつもの定点カメラ視点ですね。今回作成するのは、サイエンスパック1。アセンブラーで毎分2個生産するには、機械部品を毎分20個、テクナムロットを毎分16個搬入しなくてはいけません。そして、搬入素材の機械部品は、アセンブラーで毎分40個生産できます。よって、機械部品のアセンブラーは、0.5 機で賄えるということですね。ただ、生産速度を遅くする設定はないので、今後の拡張を見据え、この1機が、効率 100% で稼働できるようにしておきます。そのためには、機械部品の生産に必要なプレートを毎分40個搬入しなければなりません。よって、プレートを毎分20個生産する精錬機が2機必要ということです。これで、サイエンスパック1の片方の中間素材が準備完了です。続いて、テクナムロットを16個用意しないといけませんが、まだ分配したりということはできないので、精錬機1機から生産される最小値の20個を流して完了です。まあ画面では、2機から生産されたものを流していますが、結局詰まるので同じです。これで、サイエンスパック1を効率 100% で作るラインが完成しました。さあ見ていきましょう。テクナムロットが流れていて、機械部品はもう搬入されています。C3BB 邪魔だな。テクナムロットが搬入されて、生産が始まりました。毎分2個ということは、30秒。待っていると長いです。機械部品もロットもどんどん流れてきているはずですが、搬入されるのは、完成品3個生産するのに必要な個数だけのようです。サイエンスパック1は毎分2個なので、1個生産するに必要な個数は、機械部品が10個。ロットが8個。よって、サイエンスパック1 3個分となると、30個と24個が最大搬入数となるわけですね。それでは最後に、生産したサイエンスパック1が、自動で調査サーバーに搬入されるようにして。これにて、調査サーバー自動化工場、完成。といったところで、今回はここで終わります。ご視聴、ありがとうございました。また見てねー。